ペアシリアン・シェルブレットは、ノルウェートロンハイム出身のサッカー選手。元ノルウェー代表、ローゼンボリ所属。ポジションはミッドフィルダー。トロンハイムに生まれたシェルブレットは、地元のトリング、レードでキャリアを始めた。印象的なプレーを披露しているところに、ノルウェーのテレビ局 TV3 のサッカーの才能を競う、番組プロフドレムマンに呼ばれると優勝し、得点として、 リバプール FC の練習に参加した。その際に才能が認められ下部組織への入団を提案されたが、その申し出を辞退し、母国のローゼンボリビー系と契約を締結した。2004年にエリテセリエンの FK ボで、グリムトセンで、クラブ史上2番目の最年少出場となる16歳と358日で、デビューを飾る。 UEFA チャンピオンズリーグ2005から06でオリンピアコス FC との第一戦で得点を挙げる活躍を見せたが11月23日にラーケンダルスタディオンでの第二戦で相手のイエロクリス・ストルティリスのタックルで足を骨折ストルティリスはボールをダッシュしようとしただけで怪我をさせる意図はなかったと釈明した2006年3月10日のオーレスミ戦で前半に出場し ようやく試合に復帰した。その後、大怪我を感じさず、主力選手としてプレーし、UEFA チャンピオンズリーグ2007から08のバレンシア CF 相手にホームアウェイ両試合で勝利する、大金星に一役買うなど活躍し、2007年10月にはイタリアのゲランスポルティーボ氏に、世界最大の才能50の一人に選出された。国外のクラブから関心を寄せられ、 2008年には入滑するユナイテッド FC が獲得目前にまで迫るも最終的に実現することはなかった。2011年7月7日にドイツ一部のハンブルガー SV と2012年1月1日からの3年半契約を締結。268分出場しても馴染めずにいる中で11月にドイツのキッカーから過ちの落印を押され以降も同様の状態が続く。 2012年11月には、ドイツのビルトから2013年1月の遺跡市場開始時に、クラブから放出される5人のうちの1人との予測がなされた。しかし、放出されることなく残留となっている。2005年9月の18歳の時に U-21 代表招集を受ける。2007年3月28日に、 UEFA ユーロ2008予選のトルコ戦で57分にクリストファー・ヘスタットに代わり A 代表初出場を飾った。2010年を最後にしばらく代表から遠ざかっていたが2013年6月7日にアルバニアとの親善試合で復帰し4日後の11日にマケドニアとの親善試合で代表初得点を挙げた。2012年10月に結婚二人には 以前から二人の子供がいる。ありがとうございます。